んにちは、お久しぶり。いやー、お久しぶり。趙さんの夏休みはどう？どこか行ったか？いやー、夏休み、毎日アルバイトをしていたんだ。そうか、大変ね。でも、この空いた1ヶ月間いた。本当、楽しかった？船に乗ったり、美しい景色を見たりして、とっても楽しかった。しかし、しかし船家賃はちょっと高いね。あ、わかるわかる。観光地の費用は一般事業より高い。しかし。しかし？うん、しかし。一番大切なのは、思い切って楽しく遊びことだと思うよ。まあ、こうさんのおっしゃった通りだ。そういえば、父さん、はい、夏休みはどこかへいたか？いいえ、どこへも行かなかった。ずっと家にいて。へえ、つまらないと思うない？いいえ、とても面白いと思うよ。毎日アニメと映画を見て、全然つまらなくないよ。退屈だなぁ。へぇ、ほんと？ところで、あとって大丈夫？はい、何かよ。一緒に昼ごはんを食べに行かない？いいよ、何を食べる？あ、ちょっと待ってね。定食はどう？おー、食べたい。定食はいいよ。じゃあ行こう。